お疲れ様です、秀丸です。今日はですね、ちょっと今からみんなで釣りに行こうって言ってるんですけど、少し時間もあるのでちょっと1本2本取ろうかなと思っております。お昼ご飯食べながら撮影していこうと思います。今日はね、セブンの、レモン塩だれネギ豚塩カルビ弁当タッコ麦飯。いや、麦飯うまいよね。食べていきましょう。なんか最近久しぶりですね、この撮影スタイル。あれだな、ジェットの免許取った時以来かな、多分この撮影スタイル。昼飯を食べながらっていうね。いただきます。うん、うまっ。うん、コンビニでチンしてくれるじゃないですか。結構ね、僕チンせずに冷たいものは食べるの好きなんですよ。さてさて、ということでですね、気になるコメントを読んでいきたいんですけど、少し前のコメントになりますけれどもね、はい、5年ぶりに船釣りをしたんで見に来たんですが、他の人とお祭りしちゃうと相当気まずいので対策方法ないですかね。はい、ありがとうございます。お祭りをしちゃったらまあ確かに気まずいんですけど、まあ一番いいのは最初に打ち解けておくっていうことですかね。僕なんかは遊漁船乗せていただいたりすると、出港してポイントに着くまでまあ30分から1時間ぐらい船に乗るじゃないですか、大体。そういう時に、飴ちゃんとかね、チョコレートとかを配るんですよ、先に、皆さんに。今日よろしくお願いします。どうぞ、つって。で、まあちょっと顔見知りになっておく。ってすると、例えばお祭りした時も、あ、ごめんなさいってすぐ言いやすいじゃないですか。当然それもそうだし、釣れた時にね、こうジグとかもどんなカラーで釣れましたとか、深さどうですかとか話しやすいんで、僕は最初にチョコとか飴とか配っちゃいます。なのでタックルボックスの中に配れる用の小分けの飴とかチョコっていうのをいつも忍ばして遊漁船乗ります。うん、うまい。で、多分、この方が聞きたいのは多分そういうことじゃなくって、こうテクニカルの面でなんかないかっていうことだと思うんですけど、お祭りをする原因っていうところがあるんですよ。なんでお祭りしちゃうかっていうと、まあボトムが取れてないっていうのはまああるとは思うんですけど、それ以前にこうタックルが違うっていうところが大きいと思います。タックルっていうと釣り竿、リール、その辺をね、皆さん想像しがちなんですけれども、じゃなくて P ラインの太さ、まあナイロンでもフロールでも一緒ですけど、ラインの太さ、それから、仕掛けの重さとこう針の本数、ネクタイの長さ、カーリーかストレートかみたいなところも全部含めてタックルなんですね。遊漁船の場合、船長さんに、電話で事前に確認すると大体教えてくれます。例えば今日は PE の08を指定してますとかですね、60g の帯玉で狙ってくださいとかですね、ジグだったらじゃあ今回は PE2 号で、まあ、ジグが 120g でとかね、教えてくれるんです。で、その通りに合わせることが大事になります。なぜかっていうと、もう流し釣りで釣っていく場合っていうのは、船が必ずこう移動していくのはもう絶対しかるべきことで、移動に対してラインが波を噛んじゃうんですね。で、こう糸吹けが出てくる。で、この糸吹けの出方が、両隣の人だとか反対弦の人と異なった場合にお祭りを起こすんです。糸吹けが出るのはあってしかるべきであって、その糸吹けの出方がみんなと同じに揃ってれば基本的にはお祭りはしないという理論が成り立つ。まあ理論であって例外は全然あり得るんですけど、ラインを含めて重りの重さを含めてタックルをみんなと合わせる、これが一つで、それから釣り場について船長さんがこうスピーカーとかで、はい、じゃあ落としてください、はい、つってくださいってこう言うんですけど、その時にせーので投げる。たまにいらっしゃるのが、ポイントについた時に、はい、入れてくださいって言った時に、みんながポチャポチャって入れてるんだけど、その人だけはまだちょっとこうリグが、ジグの取り替えとかが追いつかなくて、ちょっと出遅れちゃう。で、5分とか10分後ぐらいに落とすっていうと、もう他の人たちは着底して、こうラインのフケが出てるところに、フレッシュな仕掛けがまっすぐ落ちていくっていうことになるんで、そうなると、お祭りもしやすい。なのでタックルを合わせる、ラインを合わせる、重さを合わせる、それから投入の瞬間を合わせる。こうするとだいぶ減ります。で、あとはまあ初心者の方というか、まあ釣りに慣れていらっしゃらない方をさらにもう一言付け加えるんであれば、竿の先ですね、竿の先端がどこ向いてるかっていうところもちょっと注意いただければと思います。よくあるのが釣り座のこことここで分かれてるんですけど、
竿を伸ばした先、ちょっと横の人とお話をしたいからってこっち向いちゃって、竿先がここにあるっていうケースがたまにあります。とすると人間と人間の位置は分かれてるんだけど、竿先が横向いちゃってるから絡まってますよねっていうこともあるので、まあ、この辺をね総合的に判断いただければと思います。遊漁船じゃなくてマイボートもしくは知人のボートっていうね、ちょっと自由度が高い船の場合どうするか、まあ、自分が船長だった時に、みんなゲストの方が乗った時にどうするかっていうことを、僕の場合はあらかじめみんなにどんなタックル使ってるの、どんな釣りしたいのっていうのを聞きます。うちの場合まあマダイで出ることが多いんですけど、一つ提案がしたい人もいれば、ジグで釣りたい人もいるし、キャスラバで釣りたい人もいる。結構僕はミックスで乗っていただくことが多いんですけど、まあそうなった時にこう例えば軽めのテンヤで釣りたいっていう人は、じゃあ前の方に乗ってね、平場で釣りたいっていう人は、じゃあ後ろの方に座ってね、とかね。そんな形で、釣り竿を指定していく。で、軽いものと重いものをなるべく離してあげるっていうのも一つの方法だと思います。隣り合った人たちの場合も、0.8 号の PE を使ってる方と、0.6 号の PE 使ってる方っていうのが、いたとしたら、例えばですけど、じゃあ06の方が 60g で底を取れてる。としたら、08の方にごめんちょっと80に変えてみてもらえるとかですね、お祭りが多発するようだったらそういうところもちょっとこうアドバイスをすることはあります。まあこれといって正解っていうのはないので、一番確実な方法としてはやっぱりラインの太さ、仕掛けの重さ、そこまで含めて揃える、でせーので落とすっていうのが、まあ一つ一番近道かなというふうに思います。はい、参考にいただけたでしょうか。